皆さん、こんにちは。ワナリグルビジです。では、今回は、信長の野望じゃないですね。UFO、大岳信長プレイ、続けていきたいと思います。前回、毛利を倒してですね、いよいよ中国地方を完全に制圧、完了して、幕府を抑えにかかろうかというところになっています。で、今回はですね、今仮に、足利幕府、これに対して挙兵をした場合、敵国どこが加わるかというと、画面の左下になりますが、伊達北条をはじめ、まだこんだけの大名家が幕府軍につくと。一方、我々の方には、長宗我部はじめね、10個近い大名が味方をしてくれると。ただこれでもまだ安心はできないよねという状態になりますので、今回はですね、武田、これを攻略して、さらに兵力を増強してですね、幕府との戦いに備えていきたいというふうに思っています。なので今回の標的はですね、こちらの武田家になります。で、武田を取れば、甲斐と信濃、この二つが手に入るんで、これでね、十分に戦力が強化できるんじゃないかなと思っています。では、中核集荷からしていきましょう。で、あと、本土化もしておいてもいいし、反乱軍が蜂起すると、どこにいるのか。ちょっと心配だな。軍の位置も、少し、じゃあ、雨後対策のために、動かしておきましょうか。5000。5000は秋に。残り5000を、摂津に。そして、8000。信長の8000を美濃へと帰還させましょう。で、人的資源が結構きついことになってるので、人的資源を開発で確保していきましょうか。尾張、伊勢、この辺りまでかな。統治力、外交力、そして軍事力、すべてが厳しい結果になってるね。では、まったり時間を進めていきます。請求権の捏造って結構多いんだよね。これできっとどん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 汚職が進んでいくんじゃないかなと思うので、汚職対策も少しやっていった方がいいのかな。で、今すぐ戦争にはなってないので、一旦すべての要塞の機能を停止させましょう。これでお金がどうなるかな。多少マシになるよね。2.29で、汚職の根絶をちょっとだけお金使えますか。あれ、汚職の根絶ってでもお金かからないんだ。ちょっといきなり苛烈に変化を加えるとあんまりいいことはないので、半分ぐらいにしておきましょう。で、城下町、我々の近隣の郊は、城下町あるいは城下に囲まれた新しい砦を建設し始めている。いわゆる、総構えっていうやつですかね。城郭都市。いや、城郭都市に我々もしようよ。総構えの城をここでね、作っていきましょう。お金は欲しいので、ようやく建設ができるだけの余裕のお金が出てきたね。そしたら、寺院を建てて、税金の金をプラスアルファでもらっていく。美濃か尾張か。ちょっと待ってね。一番発展してるところで金を獲得するのがもちろんいいと思うので、一番発展してる場所。尾張だよね、やっぱ。おっと。アマゴのテロ組織どもが美濃に侵攻してきたな。これはただ美濃にすでに8000の信長軍を置いておいたので、これで十分に、対応できるかなと思います。じゃあ建設ですね。初の建設。寺院を尾張でぶっ立てていきましょう。これでまたお金が1円になっちゃったけど。お金1円ってのもなかなか厳しいよね。
お金1円ですって言われても。続いて、毛利軍が、毛利の残党って言った方がいいのかな?が放棄する構えですね。ああ、ここでダカット失うのか。誰も働きたくない。ダカット。まあ、お金ですね。8.93 を失う。マジか。また借金生活入りだな。せっかく、寺院を建てて、税収アップを目論んでいるのに。で、毛利軍が放棄するという話だよね。毛利軍がどこで放棄してくるか。しょうがない。これは相撲の方に5000の信長軍を動かしておきましょう。いや、8000の信長軍を相撲の方がいいな。で、5000の信長軍を美濃に移します。借金があります。そうなんだよね、金返さないといけないね。再び金がないから歩兵もできないしね。時間をちょっと雇っとくれ。じゃあ これで3つの軍全員に、全部に一応武将が割り当てられているという形になりますかね。前回だか前々回だか秀吉が出奔してるからね。中核化が今出雲で進んでいる形だな。まあ、ここは前回雨子を討伐したことによって得た新たな領地ですね。武田と開戦した場合、仮想敵国、今川と千葉か。となると、まあ、今川軍、千葉軍、両方とも、今となっては大した戦力ではないので、やっぱり武田をどう潰すか、になっていきますかね。戦力的にはあんまり余裕がないので、毛利の残党軍が放棄して、それを制圧してから武田との戦いにしましょう。西で毛利。東で武田と二正面戦争する力、余裕はちょっとなさそうなので、一旦そういう形を取りましょう。で、借金を返済しておく。借金はね、さっさと返済する方がいい。何?金が足りない。119足りない。119も金が必要なのか。もう軍事要塞も止めてるしね。となると今すぐ戦争しないとはいえ、でもな、毛利軍がいつ放棄するかもわからない中で、安易に陸軍の維持費を下げて戦意を落とす必要もないからな。一旦現状維持。金もあんまり増えないけど現状維持しましょう。毛利軍がいつ放棄するかだな。では少し時間を早めていきまーす。おっとー、そういう話をしていたら、毛利が動いたな。結構大きな戦力だね。16000の毛利残党軍。残党軍で16000指揮するって相当だけど、いや、これは正解でしたね。信長軍8000を祖母に配置したことによって、秋で戦っている、軍への増援が容易になったので、これで潰せるでしょう。
なので、今ここで毛利残党軍と戦っている4000、まあ5000だったと思うんですけど、5000の兵を8000の兵で支援するという形です。忠実な侍。我々に奉仕する侍の幾人かは我々に長く忠実に奉仕してきた。ああ、そうだね。で、ダカットを失うのは厳しいよ、またこれ。いや、ダカットは無理よ。失えないよ。よし。残党軍は撃破したね。ただ、損害が大きいな。とはいえ、このまま、座して待つというわけにもいかないので、武田軍攻略のために兵を動かします。で、統治力少し余ってきてるので、開発で金を稼ぎに行こう。いや、石見ってむちゃくちゃ金になるね。さすがだな、石見。金山だか銀山だかありましたよね、石見には。いや、石見を集中的に。あ、金山があるな、これ。石見を集中的に、ちょっと、開発していこうかな。で、東山文化。うん。いや、ダカット使うの多すぎるよ。ダカット使う金ないからさ、今ね。で、一応今、武田軍が5000、今川軍が3000、千葉軍がどこにいる？千葉軍がちょっとわからないけど、まあ、千葉軍も3、4000ってとこでしょ、多く見ても。なので兵の回復を待って一気に戦争仕掛けに行きましょうか。で、中核集荷もそうこうしてるうちにね、終わると思いますね。そういえばね、もう最近散財が続いちゃってるんですけど、やっぱり休日出勤して週休1日日曜日だけ休みってなるとストレスがね、溜まりますね。いつもだと僕一番好きなのが金曜日の夜が一番好きなんですよ。金曜日の夜は、あと2日間、土日休みだっていう気持ちに浸れるじゃないですか。で、まあ土曜日になってくると、もう休みは明日で終わりだなーみたいな気持ちになってしまう。まあそれも、なんか、早くないみたいなことを、奥さんとかには言われるんですけど、金曜日の夜が一番好きなんですけど、やっぱりね、土曜日が仕事になると、休みが日曜日しかないんで、金曜日の気持ちになれないんですよ。そうなるとね、なかなか気分的に回復してこないですよね。そうなると、なんか買っちゃえみたいな感じで、エクスペリア5とかね、買っちゃったんですけど、まあ、分割払いかついろんなポイントとか、スマホお返しプログラムだとか、下取りだとかっていうのを使って、まあ実質、3万円ぐらいになっていると思います。それの分割払いなんで、まあ、2年間の分割だと大した額ではないんですけども、まあやっぱりそれでもね、ちょっと最近使いすぎかなと思うので、そろそろ引き締めにかかろうかなと。ボーナス、もうちょっと出るんで、ボーナス出たら、バーンと使わずにね、ちょっと貯めたり株を買ったりとか、そういうのに使っていこうかなとは思ってるんですけど、だから、ね、週休1日っていう人はもう今なかなかいないんでしょうけど、まあ、事実上週休1日ぐらい、がっつり働いたりとかしてる人はね、本当に頭が上がらないですね。よくそこまで働けるなと。まあ、僕はもうお金、まあ給料も上がって、まあお金はいくらあっても困らないんで給料は上がってほしいですけど、無理してまでね、その出世したりお金、給料上げたりとかっていうふうにはちょっともう思ってないんで、
まあ、奥さんとバランス見ながら、人並みの生活が送れればいいかなっていう感じなんで。さて、じゃあ中核集荷がそろそろ終わると思いますので、中身見ておきます。中核集は4月の8日に終わりますね。今、4月の8日、ちょうど終わりました。これで、金がどんくらいになっているか。もう金は興味ないとか言いながら金なんですけど。金が 2.03 か。これまだ借金返せないんだよね、きっと。返せないな、118。もう一旦待てば金は返せるな。金利が 2% だからね。さ、うわ。一向一揆か。まあ、ここは一旦、戦争を避けよう。武田を潰してからじゃないと、ちょっと戦えないからね。5月になったら借金を返して、それと同時に、信濃。ここに、合戦を挑んでいきましょう。では、借金を返済します。ほい。で、武田に対して、凱旋。お、安藤と宇都宮が味方になってくれるのか。これは嬉しいね。一方、今川と千葉が敵につくという話ですね。では、凱旋します。早速、じゃあ、信長の8000。これを、甲斐へ。で、続いて、前田。5000。これを、駿河、今川領へ。で、信継ゆき。は、一旦終わりに駐留させて、危ないところに増援として出しましょう。武田軍もなんかどっか全然違うとこに向かってんな。謎の場所に向かってるけど。宇都宮軍が2000。うん。そうするとどうだろう。信継軍も信濃に侵攻しちゃいましょう。これで今、駿河、甲斐、信濃。三つの城、三つの領域、三つの領地。同時に攻撃を仕掛けてる状態ですね。信濃はあっさり取れそうだな。多分要塞がなかったんでしょう、信濃は。いや、武田軍とね、今川軍はどこに向かっているのか謎だな、本当に。では、信濃を制圧したので、これを、下宇佐に向けて、千葉県も潰しちゃいましょう。安東とかこの辺りに武田軍が進出したんだな。バカめ、武田軍よ。本拠地を今攻略されてるのに。まあ、これうまくすれば今川領、武田領、すべて飲み込めるという状態になるな。では、少し時間を早めていきまーす。
海と駿河は時間の問題かな。下宇が少し手こずってる感じはありますけど、まあできるだけ急いでね、安藤家の領地には増援を送ってあげたいね。よし、貝が取れた。貝が取れたので、武田今川連合軍8000。これに信長の8000をぶつけるか。駿河も時間の問題ですね。で、下宇佐は1万1000の連合軍で囲んでるので、ここもまあ時間の問題。となると、やっぱり、ここだね。武田、今川連合軍との決戦。ここに全てがかかっていると言っていい。そしたら、どうだろうな。前田軍は一度、摂津に帰還させましょう。大阪ですね、今。なかなかきつい戦いになってるな。信長軍7000、連合軍が9000。武田からの和平協定の使者、まあ、これは無視ですね。そしたら開発しておきます。今川からも使者が来てるけど、これも無視。では先回りして貝でとどめを刺しに行く。生産技術の向上。うん。インフレが 0.5、統治力50。いやー、どうだろう。どっちがいいのか本当に悩む選択肢だな。統治力10、注意深くやれ。いやー、ここは、費用を惜しむだな。信長らしくやろう。で、下宇佐の戦いも終結しましたね。じゃあ、戦勝点 100% になってるので、和平交渉に入っていきます。領土をよこせと。すべて。この信長に差し出しなさいと。で、金も。いや、このお金とね、領土を両方獲得していくっていうことを考えると、もうこの戦争はやめられないですよね。常に。OK だ。で、海戦自由を。まあ、北条に対して、そして上杉佐竹に対して得たというとこですね。さあ、これで、さらにね、3つの家を滅ぼしたので、仮に今、幕府軍と開戦した場合、もう、伊達北条、芝伊藤佐竹、味方は、長宗我部、畠山、大友、上杉、安藤、宇都宮。まあ、だいぶ有利には戦えそうですね。ただ、伊達北条あたりがちょっと邪魔くさいな。味方の方は長宗我部、上杉。このあたりは、まあ、期待できるかなとは思うんですけどね。では、中核集荷。おー、そうか。一気には無理かな。貝は後回しにしよう。まあ、ただ、こんだけも多くのね、国を手に入れましたからね。北条を潰すかどうかというのは、対北条戦を想定した
中身を確認してみましょう。伊達が敵に回るかと思いきや回らないんだな。じゃあ、北条と戦ってもいいんですけど、北条ってなると小田原城がどんくらい強固かだよね。いや、要塞レベル5だもんな。まあ、北条とまともにぶつかって兵力を無駄にするぐらいだったら一気に幕府を滅ぼして、まあもうね、日本の半分を収めているという状態、プラス同盟国も合わせれば、まあ3分の2を取っているという状態なので、この状態で幕府軍を倒して京都を制圧、一気に大乱を起こしてしまうっていうのもありだよね。で、朝鮮に出兵。で、世界を見ておくと、朝鮮から明、そしてまだ、未踏の地、オスマン帝国。まあ、小国も多いからね、こうやって見ると。朝鮮行って、アメリカとかもね、全然見えないですけど、信長が世界の王になるために。次回はじゃあ倒幕を本格的に始めていこうかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。